今回この大会で一番勝利数が多かった方に捧げられる最多勝、こちらを表彰させていただきます。最多勝を得たのはおっくん様、おっくん様こちらをお越しください。ありがとうございます。チームの動きが素晴らしかったです。こちらの方最多勝となります。おめでとうございます。何か感想などどうでした？最多勝なんて思います。チームのために頑張ったね。前の方ね、潰しときたかったんで頑張りました。ありがとうございました。おめでとうございました。アウクルさん、チームのために頑張りましたということです。おめでとうございました。それでは第3位だった関東 B チーム、関東 B チーム代表者の方、よろしくお願いします。関東 B チーム代表者、第3位ということで、今回ね、予選から勝ち上がってきたということでね、素晴らしかったです。おめでとうございます。第3位となります。関東 B チーム代表の方、こちら今日の大会どうでした？こういう大会が開けたのが非常に嬉しかったと思います。自分たちもなんとかここまでできたのがとても嬉しいです。皆さんどうもありがとうございました。おめでとうございました。はい、それでは続いていきましょう。あ、こちら最後の方ね、写真撮影やりますので、もう少々お待ちください。さあ、それでは準優勝だった関東代表チーム、代表の慶応さん、おめでとうございます。はい、こちら準優勝、こちら最後関西との熱い戦いを見せていただきました。おめでとうございます。代表慶応さん、何か、いろいろあったんですけど、なんとか無事大会終わってほっとしてます。とりあえず音チューンだけに殺されたのがちょっと悔しいさあ、おめでとうございました。さあ、それでは今回激戦をくぐり抜けて優勝したのは関西代表チーム代表の方、音チューンさん、おめでとうございます。こちらね、関東代表との大会すごい熱かったんですけども、おとちゅんさんの5連勝、これがかなり効いたと思います。おめでとうございました。優勝おめでとうございます。さあ、優勝の感想をお願いします。いや、やっぱりストツは大阪でした。ストツは大阪でした。関東のリベンジを待っている。おめでとうございます。それでは写真撮影させていただきます。Okay.